私はなぜここにいるのか。チャ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 ブンブン、ハロー YouTube。ということで、ついに買っちゃいました。ポケモンカードゲームサンムーン拡張パック、拡張パックミラクルツイン。ミニ2とミニが出てくるっていうね。これ実は2019年の5月ぐらいに発売されたらしいんですよ。去年で2019年ミニ2の逆襲の映画が公開されたっていうことでね。このカードゲームパックも発売されたんですけど、僕これずっと欲しかったんですよ。僕ミュウ2とミュウ この初代がやっぱりいいじゃないですか。もんでやっぱりなんだかんだ言ってね、ちょっとこれを見るとちょっと涙が出てきそうになるんですけど、ちょっと今からねこれ引いていきたいなと思う、負けていきたいなと思うんですね。これ見てちょっと涙が出てしまうんですけど、ちょっと早速お付き合いください。あと皆さんにお願いがあります。それはですね、この動画を撮影するのにある程度のお金であったり、心折れる作業もいくつかありますので、ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけたら、私自身すごい動画を作るエネルギーになって元気もらえるので、ぜひお願いします。ということで早速開けていきます。じゃじゃん。これね、全部で1パック5枚の30パックあるんです。だいたい4500円ぐらいしたんですよね。これいきます。ポッ、じゃーん、こんな感じでめっちゃいい。ハイパーレア、スーパーレア、これミュウとミュウ2のコンビのハイパーレアが一番僕の欲しいカードです。こんな感じでいきましょう。もうテラキオンです。たまたまやる気者、プロトーガ、スタジアムナビ、エルフン、シビシラス、ヤンヤンマ、バースワオ、セレビが当たりました。タイムスパイバル、相手の進化しているポケモン1匹から進化カード1枚を剥がして対決する、剥がしたカード相手の山札に戻して切ると、でサイコトリップが相手のバトルポケモンを混乱にする。ひとつきクルーにいる謎の化石ヘラクレス、トラピオン、二段ギル、玉毛投げ、パッド、おウィークカードエネルギー当たりっぽいですね。これこのカードは無色エネルギー1個分として当たる。このカードをつけてポケモン弱点すべてに。おおお、なるほど。スコルピー、クルミル、ヤレイタン、オンバーン、プロドー、コーガ、メガヤンマ、ケンタロス、ケギア 3.0、 自分の山札を上から7枚目、その中にあるサポートカード1枚目、最低ミスが両に加えて残りのカードに回して山札を普段に戻して切ると。ギア 3.0、 マドロミの森、焼き物、たまたま、ヤンヤンマ、スタジアムナビ、ナシクソ、謎の化石、カスラオ、ナマキロ、おケッキング、特性反撃、このポケモンバトル上で相手のポケモンから技のダメージを出すときに、技を使ったポケモンにダメ感を4個乗せると、でダイナミックスイング100で望むなら100ダメージ追加、その次の相手のこのポケモンが削られて活躍される。で母コンビと、ダイヤンマ、ポロトーガ、たまたま、スズ、ズルズキン、キノガッサ、ヤレユータ、白竜、スレック、クソクン、シャトー、危機回避、このポケモンに捨てるエネルギーが2個以下なら、このポケモンに入れるダメなエネルギーが全てある。出会い頭120、この場合このペットがベンチからバトル上に出てるのに60の水追加。闇。そうなの。シビビール、クルミール、グリーンの戦略、オンバーン、チョロネ、チョコネコ、シビビール、デデンネ、レバルタス、キトウシ、おカイユ GX、 白竜から進化、ドラゴンクロー130、天空の砂漠270、このポケモンについてるエネルギーを3個トラッシュすると。レアカードですね。ベンチがコンバット、タマゲタケ、ニランギル、エ
セルフンロバレルと陰医療ナマケロバスラオテラキアンをさっきと同じ岩窟を50プラスロックスマッシュ110をペムとビニール謎の化石ネオラントアヤドン&コダックの GX ヤドン&コダックでしたね。ポイポイオフスプラッシュ自分のタブダイにあるサポート好きなネギトラクシストのマイスプかける40とドキドキタイム GX 今夜1回投げて思ってなら100ダメージ追加追加で水エネルギーが6個ついてるのにこの技で投げ今夜の技10回になり表の数かける100ダメージめっちゃ強いですね。対戦 GX は GX 技1回しか使えないと。レパールダス。なるほど。ちょっと強いですね。メガヤンマ、モグリュウ、ネオラント、ナッシ、アバゴーラ。なるほど。ナマケロ、キノコ、コソ、ムシ。ああ、さっきと、ちょっとちゃん、カイユ、ハリケーン、ジャージ、自分の場に1回使える自分の中から水や紙エネルギーをそれぞれ1枚まで選び、自分のポケモン好きなんですけどね。ドラゴンインパクトは170。このポケモンに熱いじゃない、ミッツトラクシーと。で、モローバレル。ミミリュウ、バチュ、シズクモ、グレートポーション、ラプラス。サーク、スコールピー、ケイコー、ネクロズマ、バリアアタック、次の相手の番、このポケモンでダメージは、これマイナス30。スペシャルレーザー、このポケモンで特殊ネイルで60ダメージを追加と。で、ミックアドレネル。ペンタルス、クルマユ、キトツキ、ジーランス、ポケモン研究所、チョコネロ、モンメン、ミグレ、お、イベールタルト、吹き抜ける20プラス、パネで出る、スタジアムで出るのは20ダメージ追加、シャドウインパクト120、自分のポケモン一匹にダメージを3個乗せると、で、鋼です。シビシラス、アーケン、クルミル、ルージュラ、トリウス、レデンネ、バチュル、コソムシ、お、ラティオス GX、パワーバインド、自分の場のポケモンが4匹以外のこのポケモンはまずは使えないと。で、タックパージ、次の相手の場のこのポケモンはタックパージ、ポケモンから技のダメージを受けない。で、クリアビジョンにこのポケモン対戦後終わるまで相手のポケモンは GX を対戦で自分1回しか使えないと。オニンシズクの、なんか、感じですね。モグユ、ヒトツキ、ケイコウオ、ドラピオン、ジャイアントバウンド、ヤングス、タマタケ、タマケダケ、ニダンギル、アーケオス、デカクウス。ノッコスコルプ、チズグモ、カブ、カプキコケポ、ネッコワト、コンバット、シビシラス、ヤルキモノ、オプテラ GX、原子の数、ポップコーンポケモンがバトル上にいる限り、相手の誰もポケモンが使わずに必要なエネルギーや無色エネルギーを含む、ロックスマッシュ120、ワイルドダイブ GX、アイディオンバトルポケモンで出るエネルギーの数、かける工事ダメージ、炭のお願い。ヤングス、クルマユ、イワーク、ヘラクラス、店長。なあ、くそ、これで終わりました。出てこんな感じです。だいたいレアカードはこんな感じでした。カイユ、テラキオン、テラキオン、ゲッキング、セレビー、ケプ、コーケー、コー、クソ、クムシャ、ベルタール、ネクローズマ、ポケリア、3.0、ウィークカードエネルギー、トラティオス、GX、プテラ、GX、カイユ、GX で、まあ、この一番レアカードはこれでしたね。残念ながらミュウツーだとミュウのハイパーレアじゃなかったんで、ちょっとこれは悔しいですね。まあ、でもまあ、面白かったんでよかったなと思うんですけど、またちょっとリベンジしてミュウツーこそはミュウツーとミュウを当てたいんで、ね、ぜひ見てください。あと、よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。はい、だいたいあんな感じでした。ちょっとミュウツー&ミュウの GX は当たらなかったの残念だったんですけど、これはちょっと悔しいので、また次回リベンジしたいなと思います。また動画どんどん上げていくので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。していただけるとすごく嬉しいです。見ていただいてありがとうございました。では、See you again!